안녕하십니까양석일입니다この映画はですね、小説と一緒に、韓国で、上映され発売されて、おります。ぜひ皆さんに、見ていただき、そして読んでいただければ非常にありがたいと思います。今現在ですね、世界には、10億の人たちが、路上生活をしていると言われています。当然その10億の中にはですね、子どもたちも少なからずいるわけですね。でその子どもたちの、実態といいますか姿というものはですね、見えないわけですよ。なぜ見えないか。光の中にいる人はよく見えるんですね。ところが光の中にいる人からこう影の中にいる人は見えないわけです。この闇の子供たちというのは影の中にいる人たちなんですね。ですから光の中にいる人たちからは見えないわけです。見えない存在なんですね。存在しているんですよ。存在しているけれども見えないから、まるで、存在していないみたいになっちゃうわけですよ。それはどういうことかというと、つまり阻害されているわけですね。私たちの生活というのは、多分まだね、多くの人は光の中で、いると思うんです。日本という国は世界でも、豊かな国ですよね。ですから、こういう豊かな国に暮らしている人たちはその陰で暮らしている貧しい人々の姿というものが見えないわけですから、この映画を見てぜひですね、世界には見えない子供たち、人々がたくさんいるんだということを知ってもらいたいと思います。そしてですね、どうすればそういう人たちをですね、少しでも少なくできるのかということをやっぱ考える必要があると思うんですよ。私たちはやっぱり世界と向き合わないと、やっぱり自分というものが分からなくなりますからね。私は、言うんですけども、他者と向き合わないと自分というものは分からない。自分がどういう顔をしているのか、どういう姿をしているのか分からないわけですね。で他者というのはいわば鏡みたいなもので、ですから他者に自分の顔とか姿というものが映っているわけです。これはもう同じことですけどね。そういう関係があるわけですから、やはり世界とちゃんと向き合って、そういう人たちとも向き合って、そして自分の存在というものがどういう存在なのかということを確認すると、これは当然そういう影の中にいる子どもたちに対して取るべき方法というか態度というのがおのずから決まってくるんじゃないかなと思います。